うしてもこう評価評価評価で一番を決めたがるっていう世界になっちゃうんですけど、この人が遊びは、はい、10点100点、ね、50点っていう点数がない、そこはねすごい大事な世界だと思っていて、子供時代にこういう遊びが豊かになってくるとなんか人生って楽しいって感じるとやっぱりね思うんですね。こちらの車にですね、いろんな材料や、いろんな道具、ね、遊び道具たくさん積んで街に遊びを出前するというものですね。こういう都市部はですね、特に遊ぶ場所が本当少なくて限られているので、そういう中でこういう広場だったり道路だったりですね、空いてるところをどこでも遊び場に変えるということをやっています。道路に貼ると幅が広いから、うん、もう、描きたいだけ全部いっぱい描ける。子供と大人と一緒になって楽しめるし、こうダメだよとか言わなくて済む放置にして一緒に楽しめるのが、うん、好きです。一つが、僕が生まれ育った新潟の妙高がですね、自然がいっぱいあって、なんか町中が遊び場だったっていう幼少期がすごいやっぱり原体験あって、はい、でそこから東京に出てきた時に、あれ全く子供たちの遊ぶ環境が違うっていうのにショックを受けてですね、はい、公園に行ったら、ね、木登り禁止、丸々した禁止、あれしちゃいけない、これしちゃいけないっていういっぱいなダメなことがあって、なんだか子供たちの環境がキュ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 してるのをすごい気になっていて、外から来て新しいことをチャレンジするときに、でやりにくいこともあるかもしれないんですけど、それ以上に面白いじゃんやろうよって、子供たちのためにその外物内物なんていてらんなくて、なんかみんなで子供たちは、ね、子供の今を楽しむことが未来の街を救っていくことになるっていうのが、みんなのやっぱり感動してくれた人がたくさんいて、でその人たちのおかげで、ね、今活動できていますね。今も東北の震災復興支援でもうずっと活躍して行ってですね、でそこで今150回くらい石巻も通ったんですけど、やっぱり一つ印象的だったのが、震災から6ヶ月経った時に4歳の女の子が遊び場に来て、お母さんからずっとぎゅーっと抱っこしたまま離れられなかった女の子いて、しばらく見てたんですね。で聞いてみると、やっぱりこの子は津波に飲まれて怖くて、やっぱり6ヶ月間お風呂もトイレもご飯食べる時も私の手から離せないのって言っていて、でしばらくただその遊び場に見守っていたら、と見るとですね、5メートル10メートル離れて遊び出した。6ヶ月間ですよ、6ヶ月間全く話せなかったのが離れていて、でお母さんはずっと泣いてました、嬉しくて。でそこで僕はなんか、ね、遊びの力って改めて感じてみて、あ、こういう遊び環境を豊かにすることってどれだけ子供にとって体も心も、ね、その持ってる本来の力が育まれていく、そしてストレスが取れていくということになるんだなって改めて感じたので、それもそれ全国どこでも一緒だと思っています。やっぱ子どもたちの遊び環境を豊かにすることということがやっぱり本当に今必要な、ね、ことだなと感じました。遊びは世界を平和にするっていうことが、なんか遊びでいろんな国を超えて世代を超えて、それこそ障害者とかいろんな、ね、国境の壁も越えて、で時代の壁を越えて、なんかつながりを作っていきたいと思っていて、究極はこういう移動式遊び場とかがしなくてもみんな街中遊べる環境を作りたいというのが、ね、一番の夢で、はい、遊びと暮らしの移動式学校、なんかこう遊びという自分がしたいっていうことをスタートとしてしてるっていうところだし、大人がこれをしなさいって教えるんじゃなくて、自分がしたいっていうことに国語算数理科社会が紐づくと思っていて、例えば秘密基地を作りたいと思った時に、そこにはこう長さを測ることも必要だし、その木の材料のことも知らないといけないことだって、教える人は一人の先生じゃなくて町中が学校となって、町中が教室、町中の人が先生、究極は僕地球中が一つのね、みんなで学校になったらいいなと思っています。もう今40歳なんですけど、40歳児です。もうまだね、永遠に多分ね、50歳になっても60歳になってもね、50歳児60歳児でやっていこうと思ってます。